松です。今日はフットサルのピボ、サッカーでいうセンターフォワードみたいなところのポジションのターンの技を1個やりたいと思います。こちらの動画はあくまでも個人のやり方というか考え方なので、ぜひ参考にしてもらえればなって形でよろしくお願いします。まず先にポイントの方から説明していきたいと思います。ポイントその1、足の裏の真ん中ではなく足の裏の真ん中より少し前で触ります。母子球の横のラインくらいで触ります。ポイント2つ目、触る足の少し外側を通してあげます。少し外側、理由は2つあります。ボールの外側を通すと相手からボールを遠ざけることができます。2つ目、まあ1つ目に少し被るんですけど、ボールを外側に出すと、もしついてこられた時に相手からボールが遠いので、もう1回やり直すことができます。ポイント3つ目です。ポイント3つ目は、引いて2回目の時に曲げたまま触る。足は最初は伸ばしたままでも大丈夫です。ちょっとカクってなる感じですね。注意点があって、足の裏で触った時に体がこう前にかがみすぎると、こうやって前にかがみすぎるとターンがしづらいので、後ろに回りたい意欲強すぎて後ろに反るのもダメです。体はまっすぐの方が回りやすいですね。まあ、こうやってくるっと回るとやっぱり幅が出るので、大きい遠心力がかかってしまうので、できるだけ回転の幅は小さくするためにまっすぐにして、はい、という感じですかね。フットサルはコートが狭いので、ターンした後にもうすぐ打たなきゃいけないです。なのでこのターンをすると逆足で打つ必要があります。それが難しいよって人は、ターンした時に回り込んでトーキック、少しアウト気味のトーキックです。をしないといけなくなるので、使う場面とか自分の能力とか、そこら辺をしっかり把握した上でこの技をやってもらえるといいかなと思います。まあ、僕は一応右も左も蹴れるので、右でターンして左で蹴るっていうのができるんですけど、特に逆足の蹴る練習とかそこら辺についてはまた後日解説したいと思います。最後までご視聴ありがとうございます。もしこの動画が参考になった、分かりやすかったって人は、チャンネル登録もしくはいいねボタンの方よろしくお願いします。はい、では皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。では